改めまして皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました参議院議員の吉川優美でございます。本日は第15回の五木宮観月祭、このような形で多くの皆様ご参加の上ですね、開催されますことを心よりお喜びを申し上げたいと思います。国史跡採掘跡保存協会の理事長はじめ皆様、そして明和町の皆様、そして、今日ですね、の会にあたりましてご尽力をいただきました全ての皆様に厚く御礼を申し上げたいと思います。先ほど町長さんのお話にもございましたけれども、この採掘の宮、そして採用さんのこのストーリー全体がですね、今年の4月、日本遺産ということで文化庁から認定をされました。全国で20にも満たない十数件だけの採用で認定でございまして、ここ三重県はこの明和町以外にもたくさんの応募があったわけでございますけれども、文化庁に認定されたのはここ明和町の採掘さんのみということでございまして、明和の皆様にはですね、もう本当に誇っていただきたいことだなというふうに思っておりますし、私もこの女性の都明和町がですね、文化庁に認められて国そして海外の人からも注目を浴びることを本当に嬉しく思っておるところでございます。先ほど町長さんからのお話にもございました、来年はサミットがここ三重県で開催をされます。伊勢志摩やんかと、ちょっと面は遠いから関係ないんちゃうかなと思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、先ほど来のお話にございますように、このサミットは2日間でございますが、このサミットを機にですね、皆さん今テレビつけられたら三重県、本当にうんとですね、三重県のいろんなところの案内をですね、いろんな番組で全国で流しています。国内からたくさんの人が三重にも来ます。そこにはこの採掘さんをしっかりと見てもらう、明和でしっかりといろんなことを体験してもらう、そして外国の方にもしっかりとですね、この明和町の良さ、採掘さんの良さを知っていただきまして、この明和町がもっともっと住みやすく発展した町になっていけばいいなというふうに心から思いますし、私もですね、ここ三重県で最初に出させていただいた女性の国会議員として、この女性の都明和町の発展に力を注がせていただきたいと思っております。これからもですね、皆様、これから子どもたちの舞があります、そしてお餅つきもあります、そして3000本のろうそくの点灯というですね、本当に楽しみなことがございますので、今日どうぞ一日ですね、そして明日も素敵なですね、休日を過ごしていただければなというふうに思います。皆様のご健勝とご多幸、楽しい日々をお祈りいたしまして、参議院議員吉川優美からの皆様への挨拶とさせていただきたいと思います。本日は誠におめでとうございます。